それは正規サイズでもある、地道でもある。ねえ、アキト。次はどんな未来を見に行く？3人が死亡、15人が怪我、37歳の男が逮捕されています。10月には甲州市小学校の門の前で児童ら3人が切りつけられ怪我、60歳の男が拘束されています。そして山東省では繁華街の道路をミキサー車が暴走、3人が病院で治療を受けました。ミキサー車を運転していた48歳の男が拘束されています。ではなぜこのような事件が起きてしまっているのか、その背景について、中国の社会情勢などに詳しいカリューさんによりますと、コロナ以降中国では景気が悪化し、失業率も上昇しているそうです。中国は社会保障が整備されておらず、負け組になった瞬間途方に暮れて犯罪に走ってしまうケースがあるそうです。社会に対しある種の報復しようとする人が今後増える可能性があると指摘しています。はい、今回は離婚後の財産トラブルが原因だというふうに見られているということですが、おっしゃってますが、これ浜田さん、景気悪化、失業率の上昇、社会保障の整備不足も要因じゃないかというところです。あの今回の、まあ、抗議みたいなことがあるんではないかというふうに思いますね。で、思い出したらやっぱりその秋葉原で日本で、まあ、起きた無差別の、はい、まあ